甲斐の虎武田信玄の軍師として有名な山本勘助。勘助は明応2年または明応9年に生まれ、永禄4年の川中島の戦いで討ち死にしたとされます。そんな勘助は公用軍艦か資料として用いられなくなったことで存在さえ否定されていました。しかし古文書が発見されたことをきっかけに実像が少し明らかになったのです。今回は山本勘助の出生地をはじめ、勘助の築いた城、用いた兵法についてお話しします。山本勘助の出生地は複数の説があり、三河の国保井郡牛窪、三河の国加茂郡、三河の国柳郡加茂、駿河の国富士郡山本があります。豊川市観光協会のホームページには、明応9年8月15日に柳郡加茂村に山本藤七郎の三男として生まれ、幼名を源助と名乗っていたとあります。豊橋市石巻の長国寺には山本勘助の遺髪を収めた五輪塔が建立され、勘助が守り本尊とした摩利支天像も伝え残されています。この寺は天文年間に牛窪城主牧野氏の家臣牧伝右衛門の遺志が大和長国寺の住職を辞して故郷牛窪に帰って建立したものといいます。勘助が武田信玄に仕える前に日頃慕っていた和尚に摩利支天像と紙を託し、行く末を依頼したことで勘助ゆかりのものが残っているのです。摩利支天は陽炎から誕生した仏教の守護神で、摩利支天を念ずれば捕らえられ傷つけられることがなく、望むところを成就できるとされたことから、中世以降武士の間で守り本尊として信仰され、戦場に出るとき必勝を祈願し、像を甲冑に収めたり旗印にしました。この勘助の摩利支天像は約 5.5 センチの小さなもので、勘助が25歳の時、高野山で武芸の上達を祈願した際に、霊言によって夢の中で弘法大師作の摩利支天像を授けられたといいます。その後、常に身につけていた摩利支天像が討ち死にして人手に渡ることを憂いて、長国寺の和尚に託したそうです。この他、静岡県富士宮市山本には勘助の生家が現存します。ひっそりとした住宅街の中に勘助が生まれたと伝わる吉野家があります。この吉野家は南北朝の頃からここに住んでおり、今でも普通に生活しています。石垣の上に古い長屋門がありますが、これは江戸時代に作られたもの。山本勘助誕生地と刻まれた石碑の裏には勘助の出自などが書かれています。要約すると、山本勘助春行は富士郡大宮町山本なる吉野家に生まれ、父は吉野貞行、母は大橋氏、祖先は吉野勘者と称した源重末で、重末の子孫は代々南朝に仕え、8代の貞友が山本村に移り、八幡宮を創建して主職となりました。その後、貞久の長子を貞宗、次を貞行と言い、貞宗は子がなかったため貞行の一子を養子とし、貞行は諸国で文武に励み、牛窪に住んで山本氏を称し、同地の大橋入道の娘をめとって山本に戻り、子が誕生し源助と名付けました。源助は12歳で牛窪の大林勘左衛門の養子となって、名を勘助と改め、20歳の時に大林氏を去り、京都河内などで軍学や築城術を学び、天文13年に甲府に入りとあります。先ほど紹介した豊川市観光協会の牛窪史跡巡りのパンフレットには、勘助は15歳で牛窪の牧野家家臣大林勘左衛門貞次の養子となり、名を大林勘助貞行と改め、26歳で武者修行のため諸国を放浪し、35歳の冬に大林家に戻ったところ、勘左衛門に実子が生まれていたため、養子縁組を解いて山本姓に戻った。その後関東を歴遊し、45歳で甲斐の国の武田信玄に仕えることになったと書かれています。このように出生地が存在するにもかかわらず、明治以降から平成に至るまで勘助は架空の人物だと考えられていました。山本勘助が初めて登場する資料は江戸時代初期の公用軍艦で、それ以降も名軍師として脚色された物語が作られ、確実性の高い資料ではその存在が確認できなかったからです。明治時代には公用軍艦の山本勘助は山形正景の配下の兵卒が元だとされ、近代的な歴史学が導入されると
応用軍艦は資料としての価値を否定され、勘助の存在自体も史実とは考えられなくなっていきました。ところが、昭和44年に北海道で山本勘助の名が記された古文書が発見され、平成20年にも武田氏に関する古文書が発見され、山本勘助とその子孫に関する文書が出てきており、翌年にはすでに知られていた山本勘助宛ての武田晴信の書状の写本と古文書、家譜類などが発見されました。これらの研究が進むと、沼津山本家文書の家譜類から初代山本勘助の方号と紅葉軍艦に登場する山本勘助の方号が同じ同期であることが確認されました。さらに山本勘助の子孫に宛てた文書に、藩主徳川頼房が山本勘助の子孫を家来にしたいと言っているなどと書かれ、紅葉軍艦の山本勘助と文書の山本勘助が同一人物だと認識されていたことが分かりました。紅葉軍艦も国語学者酒井健二氏の検討により再評価され、誤りや改変が見られるものの、一定の資料的価値が認められるようになりました。こうした近年の研究により、古文書に登場する初代山本勘助は紅葉軍艦の山本勘助と同一人物であり、実在していたと考えて良さそうです。ただし、山本勘助の軍師としての活躍については解明されていません。ところで、なぜ初代としているかというと、天文22年に誕生した2代目の山本勘助が存在するからです。幼名を平蔵というこの子は永禄11年に元服して勘助と名乗り、天正3年の長篠の戦いで討ち死にします。山本家は初代勘助の養子となっていた十左衛門の城が継ぎ、武田家が滅亡した後は徳川家康に仕えました。江戸時代には丹波、日立などを経て上野高崎藩主となり、その子孫が明治維新後に金岡尋常小学校の教師となって沼津に移住したそうです。勘助は諸国をめぐり、兵法、城取り、陣取りを学んで牛窪に戻った時には30歳を優に過ぎていました。天文5年、勘助は今川義元に仕官するため駿河の国に入り、伊原忠胤の屋敷に寄宿し、重臣の朝比奈信興を通して仕官を願い出ました。しかし今川義元は城を持つどころか兵を率いたこともなく、色黒で赤眼、体中に傷跡があり、足も不自由な勘助の風貌を怪しんで召し抱えようとはしませんでした。それから9年間、勘助は能力を発揮する場を与えられないまま駿河に留まり続けました。そしてついに転機が訪れます。武田家重臣の板垣信方が駿河に陸上に明るい浪人がいると聞き、まだ若かった武田晴信に召し抱えるよう提案しました。天文12年、浪人には破格の200貫の稚業で武田家に迎えられた勘助は、その際を生かし晴信の信濃侵攻で9つの城を落とす活躍を見せました。ある時、晴信が八幡社に参詣した折、勘助にその方、物の本 4、5 冊も読んだかと聞くと、勘助は一冊も読み申さず候と八幡に正門を立てて申し立てたという逸話があります。勘助の教養は単に本から学んだものではなく、諸国を武者修行し体で覚えた実践的なものであったことを物語っています。そんな勘助が築いた城の一つが小諸城です。現在残っている小諸城跡の元となったのが勘助の縄張りと伝えられていますが、確かな根拠があるわけではありません。元は大石が鍋蓋城、出城として乙女坂城を築き、武田氏の侵攻で落城すると、晴信は山本勘助と馬場信房に命じて水月城を築いたといいます。後に豊臣領となって戦国秀久が城主となり、二の丸や大手門などが建てられ、現在に残る姿が作られました。他にも信濃侵攻の前線基地として大規模な改修を施した伊那高遠城があります。天文16年、勘助や不代家老の秋山信友らによって改修され、江戸時代には高遠藩の藩長となって明治維新まで残りました。この城には勘助グルワと呼ばれる場所がありますが、戦後にグラウンドとして整備され、現在は駐車場となっているようです。勘助の最後の地となる川中島には海津城があります。北信濃の国衆清野氏の館を接収し、勘助により築城されたといいます。対上杉氏最前線の基地として築城され、背後に千曲川、雲郭を二の郭が囲っており、丸馬出しや三日月堀を有する武田家独特の甲州流築城術の特徴が現れています。
江戸時代には真田信行が入り、松代藩の藩長として使われ、明治維新まで真田氏の居城となります。勘助が諸国をめぐって身につけた兵法を実際に利用したのは戸石城攻めの時でした。天文19年9月9日、北信濃の村上義清方の戸石城に対し、武田晴信は総攻撃をかけました。しかし、戸石城の守りは固く、村上義清の軍勢も向かってきたことで、武田軍は総崩れに陥りました。そこで勘助は晴信に敵を南に向けるという案を進言し、諸角文後守の部下を引き連れ、本陣から少し離れたところに陣を構えました。村上勢は側面を突かれることを恐れ、南に向きを変えたところ、太陽を正面に見ることになってしまい、眩しくて武田軍を捉えることができなくなってしまいました。一方の武田軍からは敵情をはっきりと見ることができたため、これを機に一気に打ちかかることができ、苦戦しながらも勢いを取り戻したといいます。勘助の最も有名な戦いが、永禄4年の第4次川中島の戦いです。武田信玄と上杉謙信は川中島を舞台に数度刃を交えていますが、4度目の戦いが最も激しいものでした。勘助は軍神上杉謙信と戦うため、一案を検索しました。それは、軍を2つに分け、一隊は大樹山に陣取った上杉軍を攻撃し、別の一隊は千曲川を渡り八幡原に待機し、大樹山から移動してきた上杉軍にとどめを刺すという傷つき戦法です。ところが上杉謙信はこの戦法をいち早く察知したのか、夜のうちに西条山を下り、川中島に移動していました。大坂正信率いる別動隊はすでにもぬけの殻となっているとも知らず、西条山に向かい、朝霧の晴れた八幡原では、武田本隊と上杉軍が立ち合わせてしまったのです。お互い敵の動きに気がつかなかったため、両軍入り乱れての戦闘となり、武田軍の武将は多くが討ち死にしました。勘助もまた修羅場を駆け巡って敵を切り伏せましたが、ついに柿崎景家勢に囲まれ首を取られるのです。勘助は千曲川の河川敷に葬られ、五輪塔が建てられましたが、江戸時代に水難を恐れ、信州芝阿弥陀堂の境内に遺骨が移され、墓が建てられました。墓の対岸が激戦地となった八幡原で、南に行くと勘助と同じく川中島の戦いで討ち死にした武田信玄の弟武田信繁の菩提寺天球寺があります。